今なら滝の裏に入れそうっすよ。それにこれ例の飛び石っすよね。真ん中の石の上で祈ったら願いが叶うでしたっけ。探してた時は映えればいいかなって思ってましたけど、なんだか本物のパワースポット感あるっす。わかる。ねえねえ、せっかくだからやってみましょうよ先輩。私があっちから飛ぶんで先輩は。大丈夫。転ばなかったっしょ。ごめんなさい。ありがとうございます。うわ、先輩の胸。願いご…どうしたんすか先輩。先輩、私のお願いは。なんで分かったんすか？もしかして超能力っすか？でもそれは先輩へのお願いで、神様にお願いするのは別のことっす。欲張らせてもらうっすよ。何せ私の手の中には先輩の弱みが握られてんすから。スマホ
私のスマホを。先輩の願いって？じゃあ、私と恋愛ごっこなんかしてちゃ余計ダメじゃないすか。フラグの方から逃げてくし。とかなんとか言って、私のこと好きになっちゃっても知らないすからね。ひどい！なんか難しげなこと言ってるけど、私可愛くてかっこよくていつでも自分に自信があって、ソラちゃんもともと恋愛禁止のグループにいたけど、好きな人のためにグループを飛び出したんす。自分の好きに嘘をつかないために。それで私もいつかあんな女の子になれたらいいなって。先輩ひどいっす。祈るって。なるほど。先輩。本当の。叶うといいな。あれ？先輩がちょっと優しい。もしかして私、先輩の塩が治りますようにって願っちゃったかもしれないっすね。やっぱ先輩は先輩だったっす。でも、先輩。
ちひもさきも勉強してないって言ってたくせにさらっと合格してバイト行っちゃうんだもん。おし、いや嘘嘘、心細いのでいるだけでいいからいてください。なんすか、ハチ。ゴズラみたいな。
つまおお、空欄がどんどん埋まっていく。さすが先輩、教え上手。寝て。忘れたっす。怒るのは先生だけで十分っす。先輩はできるだけ私のこと甘やかす方向で。やったー！優しい先輩は大好きっす。おお、まさか全問回答できるとは。もしかしてゆいちゃん自分で思っているより頭いい？お礼にまた焼きそばパンごちそうするっすね。私の焼きそばパンなしでは生きていけない体にしてあげるっす。焼きそばパン星人。先輩、とっても言いづらいんですけど。いや、待って、相談に乗って。ですよね。なんて書けばいいんだろう。ふざけて書いたら怒られるし。それは頼もしいっす。夢も。やっぱそう思います。そうっすよね。私、ずっと先輩の後輩でいたいな。それ楽しそうっすね。
わかってますよ。デートですもんね。そうっすよね。じゃあ就職とでも書いてちゃちゃっと帰るとしますか。先輩、一緒に帰る？それじゃあまたね、先輩。今日は本当にありがとうっす。こうし覚えてるっすか？あの時先輩、お前だけはないって言ったんすよ。そう思うなら、このまま波打ち際まで運んでほしいっす。当然っすよ。あたしのこと。
それじゃあ、私一度でいいからしてみたかったことあるんすよね。ほら、あれ、ビーチで恋人同士が追いかけっこするやつ。そんじゃ逃げるっすね。私のこと捕まえられなくても泣かないでくださいよ。怖い。さあ逃げろ。捕まえてみる。